フランス語を勉強しているのにさ、なんで日常会話わからないな、なんで聞き取れないなと思ったら、理由は2つあります。縮訳と言葉のつなぎ方です。だからそれについてもっと知りたい方へ、このビデオを最後まで見て登録してください。それでは早速始めましょう。縮訳の件なんですけれども、簡単で早く言いたいことを伝えるための概念ですね。フランス語でよく教わっているのは、je っていう代名詞と動詞を使う時の縮訳です。例えば、je mange は、je mange という定義になります。je の e はなくなって、je mange、ね、となります。je vends は、je vends。je vends となります。je dis は、je dis。je dis。je dis となります。あとは、もっと短くなるときもあります。例えば、je ne sais pas は、je ne sais pas。ね、ne のえはなくなりますね。je ne sais pas。とか、je sais pas。完全にのはなくなりますね。で、実際はフランス人はこんなふうに話してますね。否定をするときにね、のはなくなります。je sais pas。je sais pas。で、もっと短くすると、je sais pas。je sais pas。実際は、これは若者がよく使っている表現です。je sais pas。誰かに、tu viens d'où? t'es d'où? と聞いたらね、je suis de Lyon, je suis de Marseille, je suis de Paris。っていうふうに答えられる可能性は多いです。長くすると、答えは、je suis de Lyon。例えばね。短くすると、je suis de Lyon。で、最後はもっと短くすると、je suis de Lyon。je suis de Lyon。早いですね。だからそれに意識したらいいなと思ってます。次は、tu っていう代名詞と何か動詞が一緒に言ったら、縮訳します。例えば、あ、tu as grandi は、あ、t'as grandi。tu の u はなくなって、t'a っていうふうになりますね。t'as grandi。あ、t'as grandi。とか、tu es trop drôle は、t'es trop drôle。t'es trop drôle。tu の u はなくなって、t'es trop drôle。t'es いうふうになります。二つ目の件なんですけれども、言葉のつなぎ方です。フランス語で、シーンと母音が続いていたら、つなげます。例えば、on a acheté du fromage。聞き取りましたか？ on a じゃなくて、on a。そのあの前に、n が現れるみたいな感じですね。on a。on a acheté du fromage。il y a の場合も同じようにつながりますね。il y a du fromage dans le frigo。il y a du fromage dans le frigo。il y a じゃなくて、il y a du fromage dans le frigo。っていうふうに発音します。他の例えは、j'ai mal à la tête。まあ今、つながってないんだけど、自然な会話だと、j'ai mal à la tête っていうふうに言います。何が違うんですか？j'ai mal à la tête は、mal とあ、つながります。j'ai mal à la tête。j'ai mal à la tête。j'ai mal à la tête。っていうふうになります。あとは、複数形だと S を使いますね。で、よくその S と次の言葉とつなげます。例えば、les enfants。les enfants じゃなくて、les enfants。で、その S っていうシーンと
何か母音は Z っていう発音になります。Les enfants, les arbres, des images. うん、大丈夫ですか？で、最後のつなぎ方なんですけれども、時々 D は T というふうに発音します。例えば、Quand elle arrivera, je lui dirai. Quand elle arrivera, je lui dirai. Quand は、でと終わってるのに、でっていうふうに発音します。Quand elle arrivera, je lui dirai. はい。今日のはコメントを読んだらみんなよく難しいなと言ってますね。で、やっぱり難しいですけれども、自分のレベルとか自分のペースを合わせてこの勉強を頑張ってください。例えばビギナーだったらそういう縮訳と言葉のつなぎ方を使わなくても大丈夫です。ただフランス人と話したらそういうが出てくるので、ただ意識したらいいなと思ってます。で、レベルはもっと上だったら少しずつそういうのを自分の話し方追加したらいいなと思ってます。だから頑張ってくださいね。それでは、あ、bientôt!